金新澤と申します。先ほどの稲本さんと私は同じ黒っぽい服をしているんですけども、あちらはタダなんですね。観測隊から支給されたやつ、私がちゃんと自分のお金で買ったやつですと言っても、息子からもらったやつ、お下がりというのかお上がりというのかよく分かりにくい、そういうことで、今日の、私の話は、こういう話ですね。設営ですね。観測じゃ、先ほどの話はね、観測の話でしたけども、私はそれを支える設営の話、それに関連した話をやります。じゃあちょっと最初に自己紹介。今年の3月で私も定年になっても辞めたんですけども、こういうところにいましてね、教室研究所の元設営担当ですね、そういうことを長年ずっとやってまして、船にね、船のこととか、あと飛行機のこととか、エネルギーをどうするかとか、建築の建物ね、そんな仕事をずっとやってました。越冬隊5回ですね。5回っていうのはね、日本に3人しかいないですね。越冬隊に5回参加したっていうのは、その3人に、ね、共通することはね、みんな日本にいても使い物にならないということです。展示に行けばね、ある程度使い物になるんですけど、日本にいたらほとんど役に立たない。それから夏で2回、あと外国のね、基地にアメリカとかオーストラリアとかベルギーとかに行って、合計すると10回ぐらい行きましたね。もう行く気はありませんけども、あんな寒いところにはもう二度と行きたくないというふうに思ってて、趣味はこういうことですね。オリエンテリングって分かりますか？地図を持って野山を駆け巡って争う競技ですね。とか自転車とかこういうことです。で、目標はバイカル湖を、凍ってるバイカル湖を歩いて渡ることですね。バイカル湖の長さっていうのは600キロですね。ただそういうの長い方向をとてもじゃないけど歩けないので、横断するとね、短いところだと40キロから50キロで渡るんです。行ってきるかどうか分かりませんけども。それで今日の話は、極地の今がどうなってるかですね。これは北極と南極のことですね、両方。それから南極発見への後悔、昔の人がどうやって南極を発見するために後悔したか、それにまつわる話。それから輸送の話ですね。先ほどの船でどうやって荷物を持っていくか、それから建物、それから生活、それから安全の話、この順序で話していきたいと思います。まず極地の今ですけど、これはこれだけの基地があるわけですね。で、南極条約というのがあって、ここに参加しているのが今53カ国あるんですね。で、その他に脅威国ってあるんです。で、脅威国は何かというとね、これは南極観測を実際やってる国ですね。それが29あるというですね。で、このようにたくさんあるんですけども、越冬の基地というのは41カ所ですね。越冬というのは年中ね、ずっと継続してやってるという基地で、この夏基地というのは夏の間だけですね。要するに、夏の10月から11月頃に船が行って、それから2月の中旬になったら帰ってくると、あと冬の間は閉めちゃいますよというのが、これは夏基地、これは60カ所もあるんです。で、そのどのぐらいの人口がいるかというのが、夏隊、これはほとんど観測隊ですけども、3600人ですね、夏。1000人ぐらい。その他に観光客、これ4万人ですね、今ね。世界中で4万人。ペンギンが100万羽というふうに言われたんですけども、これはちょっと違ってね、もうどんと増えてるんですね。ちょっと後で話します。まず観光の話。どういう国が多いかというと、アメリカですね。これは昔から1位なんです。それからオーストラリア、中国ですね、イギリス、日本は2% ぐらい、だから 2% ぐらいは800人とかね、そのぐらいの人は日本から行ってるということですね。これはちょっと2年前のデータですけども、去年のデータを見ると、中国が2位になりましたね。中国がものすごい勢いで増えてるんです。やっぱりお金持ちが多いんですね、中国は。それと、ちょっとここに書きましたけども、先輩ツアー。要するにこういうね、これは北京のあれですけども、非常に PM2.5 とかね、空気が悪いですね。お金持ちはね、空気のいいところに行きたいという願望があって、南極ね、それから
セーシェル 諸島とかね、まあ、そういうところに雪があるというふうなのも原因です。それからまた中国なんですけども、中国はものすごい勢いで南極に基地を作ってるんですね。もうまんべんなくこう作っていて、まあ、中国の今の国の事情を反映してますね。だからもういずれは南極ももう中国に乗ってないんじゃないかというような危機感をヨーロッパの人々が持っている。最初にできたのはここですね、南極半島。最初にね、あの南極を始める国ってみんなここに作るんです。それはなぜかというと船が行きやすいからですね。夏の間はオープンシーンになって行きやすい。だからね、ここに作ったら次は作ったのがここですね、チュンザン基地という、 こう東南極、これ昭和基地ですけども、あ、ここに作った。それから今度は内陸ですね。余裕が出てくると内陸に作るんです。ただ内陸に基地を持つっていうのはものすごくお金がかかるんですね。輸送力がないとできない。で、一番の高いところ、これはあの山で言えば、まあ、ピンソンマッシュっていうのが一番高い 5000m からその山があるんですけども、そうじゃなくてこの氷床で一番高いところは 4000m なんです。この一番高いところに中国は基地を作ってるんですね。で、この場合を作って今作ってるのはここです。大分の基地というのを今建設始まっている。こういう立派な基地を作ろうと思っているんですね。で、中国はね、日本よりも全然遅いんですね、始めたのが。遅くて、あの中国が基地を作るときにね、我々のところに大量に来て、もう服装はどれがどういうのがいいですか、建物はどうするんですかとかね、設置業者はどうしたらいいんですか、みんな聞きに来たんです。で、我々は全部教えたんですけども、今や全く日本なんかに聞きに来る人はいない。もう日本の方を勝ったわけですね、もうね。こちらの方は予算があるし、もう完全に日本は追い越されました。で、中国の狙いっていうのは、多分これだと思うんですね。資源ですね。これは昔の資源の図ですけども、どういうものが取れるか。この黒っぽいところが石油とか天然ガスがあっていわれてますね。それはこれ日本の4つの基地ですけども、そこにも鉄とかね、まあいろんな銅だとか、いろんなものが見つかって、石炭も取れますね。まあ、そういうのは今はあの凍結されてね、一切そういう活動をしていきませんというふうになってるんですけども、先ほどの南極条約の改定の時ですね、それがどうなるかちょっと分からないということもあって、中国は他の国もそうなんですけどね、一生懸命参照させて。それからここですね、韓国。韓国の勢いっていうのもすごい、2番目の基地ですね。ここは立派な基地。それからインドですね。やはり東あのアジアですね、アジアの国がもうお金が持ってくるとそういう南極にやり出す。で、次やるのはおそらくトルコとかね、あとはマレーシアですね。そういうところが徐々にやり出すと思います。それから北極の話をしますと、北極の氷は温暖化の影響でどんどん減ってるんですね。これがこの線が過去の1979年から2000年までの平均の氷のあった区域ですね。ところが2012年の9月にはこんなに少なくなっちゃった。あとはみんなここ空いてるわけですね。そうするとここ船が通れるんです。で、今北極海航路というのが盛んに言われてますけども、この北極海航路というのは2つあるんですね。1つは北西航路と、これはカナダのね、あの北の方のややこしい多島海っていうところを縫いながら行く航路ですね。で、ベーリング海峡を抜けてアジアに、ヨーロッパからアジアに抜ける航路、北西航路。今度はロシアの横を通っていくのが北東航路ですね。ただ今はまあ北東航路の方をみんな狙ってるんですけども、中国あたりはそのための船を今作っていて、ここをこういう、日本もここをね、民間でやってる会社もあります。そうすると何が変わってくるかというと、まずここですね、距離が半分できるわけですね。今はまあ大阪からヨーロッパまで行くのに、この青い線でスエズ運河を通って延々と行かなきゃいけない。ところが北回りだと、ここは赤い線で通っていけるわけですね。距離が半分です。期間を3分に。アメリカの西海岸からヨーロッパに行くにしても、今はパナマ運河を通って行かなきゃいけないのに、こっちを通れば簡単に行けちゃうということですね。これは劇的な変化になるんです。それともう一つは、海賊がいないとですね。北極には。今、スエズ運河が通るためには日本からね、このややこしい、ここの海峡を通ってね、マラッカ海峡を通ってこうスエズ運河に抜けるわけですけども、ここら辺に海賊もいっぱいあるんですね。だから自衛隊がね、ソマリア沖ですか、今言ってますよね、海賊監視のために
こういうとこ通らなくてもいいということがあるわけですね。まあ、そういうメリット。で、ちょっと昔の話をしますけども、日露戦争、明治37年、38年ですね、日露戦争があって、日本海海戦で東郷平八郎がそこで待っていて、ロシアの艦隊とね、戦争したわけですけども、もしその時ね、海が空いてたら、ここからね、ムルマンスクの港からここを北東航路を通ってたら、簡単にこう日本に来れたんですね。だから昔100年前にね、温暖化がなしたら日本は負けたんじゃないか、悪かったですね。まだ温暖化が始まるなくて、その頃は3万キロの大航海をして永遠とこの希望を回って日本に来たんですね。で、マダガスカルとかいろんなところで石炭の補給とかなんかをやったわけですね。でもうみんなヘトヘトになって、日本の島沖に着く頃にはね、もうやる気がなくなってたわけです。だから日本は勝ったということに言えるわけですね。それからグリーンランドですね。グリーンランドもどんどん溶ける。これ先ほどもう写真にもありましたけども、これ見てもらうとね、この表面が、ね、こう黒っぽくなってますよね。これでもう進むんですね、雪解けが。で、その黒っぽいのは何かというと、まずススですね。工場から出るスス。ススが、まあ、周りに巡って、こういうところに落ちると。それから、この生物ですね。これ微生物のこの繰りを行いでっていうのはいろんなそうですけども、そういうのが繁殖しちゃう。そうすると黒っぽくなって、太陽光線を吸収してどんどん溶けちゃうっていうんですね。先ほど砂巻きありましたけども、まあ、これ昭和基地の、ね、同じ光景ですね。こうやって巻いて雪を溶かすんですけども、それと同じ効果がグリーンランドでも起きているというですね。これだけ違うんです。普段は白っぽいところはね、太陽光線というのは 90% 反射するんですね。だから皆さん、スキー場に行けばね、日焼けするっていうのはそれは2倍の、ね、太陽光線を浴びてるから簡単に日焼けするんで、黒っぽく巻けば今度はこっちに吸収されますから、雪がどんどん進むということですね。で、これは、このグラフは北極、グリーンランドですね。グリーンランドの上の氷床、大きな氷床の質量がどのぐらい減ってるかっていうグラフですね。で、これ年代2003年から2009年までありますけども、どん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 これが減ってるということですね。これは何で上がったかというと、衛星ですね。衛星がこう回っていて、それで衛星の軌道の微妙な変化から下の表彰の、ね、重さというのが分かるんです。重力計ですね。で、グリーンランドにね、まだ問題になってないんですけども、多分大問題が起きるだろうというふうに言われているのがこれです。冷戦時代にアメリカは、まあ、その当時のソ連ですね、ソ連とまあ敵対関係にあって、グリーンランドの北の方にね、でかいこの核軍事施設を作ったんですね。これ全部氷です。氷のを掘ってですね、掘ってんで屋根が消して、そこに小さな原子炉を入れてエネルギーにして、そのミサイルの発射基地にしようとしたんですね。で、それをやったんですけども、10年間も経たないうちにそれは断念してやめちゃったんです。なんでやめたかというと、雪がね、要するに鎌倉なんかこう作りますよね。そうすると最初はちゃんとね、綺麗な、まあ、形してるんですけど、時間が経てばね、どん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 雪が圧縮されていくんです。それで変形して天井がこう落ちていくんですね。天井とかこの横の壁が、そうすると中にあるその施設が全部潰されちゃう。これはいくらね、どんな丈夫な鉄の枠で組んでもダメなんです。これは南極でも我々経験してますけども、鉄なんかもみんな曲がっちゃうというですね。これはそういう雪の組成変形って言うんですけども、それでこうみんなダメになって放棄しちゃった、アメリカは。で、原子炉とかね、この有害なものは全部撤去したって言うんですけども、ところが、こういう放射性の廃棄物とかね、PCB とかみんな残ってるんですね。で、それが雪解けが進むと、今は60メートルとかね、100メートルの厚さの下にも沈んでますけど、中に入ってますけども、その温暖化で表面の雪が溶けちゃう、あるいは氷が海に向かって流れると、こういうのが出てくるんじゃないかというふうに言われてるんですね。これはどうするか、もう大問題ですね。で、実は南極にもね、1960年代にアメリカは小さな原子炉を持っていったんです。これも失敗した。南極のマクマルクスというとですね、これは
世界で一番大きな基地、ここに持ってって、電力を作って、しかもその熱でね、あの海水を、この淡水化ですね、海水を汲み上げて飲み水にしようとしたんですね。で10年間やったんですけども、結局ダメ、不具合ですね、冷却水の配管から漏れて周りが全部汚染された。でやめて1976年に7700立米ですから、まあ20メーターかける20メーターかける高さ20メーターのものすごいこういうのを、あの土砂とかね、そういうのを船に積んで持ち帰ってきてるんです。で一応クリーンアップしたということになってるんですけども、この時働いていたあの産業員ですね、それはニュージーランドの人なんかもいるんですけども、そういう人が今訴えてるんですね、がんになって、まあ、そういう、そういうのもあります。で今はもう全然やめちゃって、核不透の現象とかそういう放射性物質の持ち込みというのは禁止されてるんで、できないんですけども、まあそういうのもあります。それから最近の話では温暖化の影響ですね。ここはここの南極半島ですね、ここを拡大したやつですね。ここはでラーセンタナゴリというタナゴリなんです。こういう大きなタナゴリ、タナゴリっていうのは普通の海水でない純粋な水ですね。水というか、まあ、雪が積もったのがあの海氷の方にじわじわりと、流れていって、厚さ数百メートルの厚い氷になったのをタナゴリっていうんですけども、ラーセンタナゴリっていうのがあって、これ A というのがここに崩壊してなくなっちゃう。 B もなくなっちゃう。2002年今度は去年2017年にこの位置ですね、ここのところにクラックが入って、どん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 このクラックが発達して、ここまで到達、これが流れちゃったんですね。ラーセン C という、これがそのここにクラックが入ったんですね。入ってどんどん流れたのが東京都の23区の9倍ですから、ものすごいあの評判というか氷山ですね、で流れて、でこうなるともうね、そのうちバラ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 になって、最終的には海に溶けちゃって、あの、まあ、海水がちょっと上がることになるわけですけども、あ、上がんない、これ棚越えてから上がんないんですね。こういうになってると、東京都の23、まあ、三重県ぐらいの大きさですかね、の氷河になります。でそういうのはね、なんでやるか、それは昔からあったんです、あったんですけども、最近なんかそれが早くなってきたというか、それは2つあるんです、原因は。一つはまず気温が上がっているということですね。それから二つ目が海水の温度が上がっている。熱い海水がこう回ってきて、下から溶かしたんですよ、ここの棚氷をね。そうすると、ここ割れるのが早くなっているんですね。大陸の氷っていうのは、雪がね、そんなにたくさんは降らないんですけども、降ってるわけですね。それが内陸に降ると、それがじわりじわりと海に向かって流れ、四方八方に流れているんです。で、いずれは、この氷山になってね、みんな溶けちゃうわけですけども、まあ、こういうことがありますね。で、一番の南極の温暖化が激しいところっていうのは南極半島です。1950年から比べて 2.5 度上がってるんですね。というので、ここは異常に上がってるんですね。で、それでペンギンがね、ここの巣を作っているところの島群が誘拐して巣が流されちゃって、ペンギンが減っているというような報告もあったんですけども、最近はね、これは今年です、今年の3月にこんなすごい大コロニーが見つかったんですね。南極半島の北斗ですね。これ全部ペンギンですよ、これ足の踏み場もないぐらいのペンギンで、これなんですか、だからどうなってるのかよく分かんないというのが実情ですね。でこういうのを見るとね、思い出すのが鳥の糞ですね。ペンギンというのは、まあ、いつも同じところに毎年毎年巣を作りに来るわけです。その糞の量というのはものすごい量だと思うんですね。で、昔こういうのを習いませんでした、社会科の授業で。ナウル島というのがあって、それは鳥の糞の島なんですね。だから人工石の、全部人工石の鉱物資源があって、肥料になるわけですね。植物が育つ三要素ってありましたよね、窒素、リン酸、カリっていうのがあって、その人工石が取れたというので、かつて1960年代の頃はね、ものすごく豊かな国だったんですね。ところが今や全部取り尽くしちゃって、人口が一番しかいない、失業率 90%、 糖尿病。昔はお金をボンボンもらえたから、国民はね、自分の家でご飯なんか作らなかったってんですね。全部レストランかなんか行って高級な料理を食べて
で、糖尿病になっちゃった 30% ですね。ここでもそういうことを考えると日本は良かったですね。そういう資源がなくてね、だから皆さん一生懸命働かなきゃいけないんでね、こういうところだったら。それで思うのはロシアですね。ロシアも今石油でほとんど稼いでますけども、そういうのがなくなったらどうするのか。あとサウジアラビアですね。サウジアラビアは最近はもうね、焦ってきて別の産業を起こさなきゃいけないっていうのを言ってますけども、大変なことというのを思い出しますね。だからこれは名古屋じゃないんですけども、これはこの糞ですね。鳥の糞、これだけ溜まってる。サメンさん、これを切り崩しては売ったわけです。これはチリかなんか の写真ですけども。じゃあ、昭和基地はどうなっているか、温暖化の影響はあるかというのだと、ほとんどない。10年間でこれだけしか上がっている。有意なさはないんです、温暖化。で、先ほどの南極版とって少しの反対があるんですけど、そこはあるのになんでこっちがないのというのはよく分かってない。で、最近のまた話題としては、イギリスの基地がね、やっぱり川氷の上にあったんです。こっちが海ですよ。こっちが氷。ここにこういう基地がある。そうすると、ここから割れ目が入ってたんですよ、こういうふうに。で、ああ、危ないなと思って、この基地は移動できる基地なんです。で、これ23キロここに移動した。そして、移動したら今度はここに割れ目が入ってたんです。ね、でここに越冬隊員がいるわけで、今から越冬しようかというふうに思っているときに割れ目が入ったんで、やめちゃったんですね、断念して。で、今年また2018年も行ったら、やっぱり状況は変わらなくて、やめたんです。だからイギリスはみんなこの越冬基地を今、誰もいない、夏だけの基地になっているんですね。そういう温暖化の影響もあります。で、この基地はね、面白い基地で、移動できるんですね。これ全部ここを切り離して、ブルドーザーで引っ張っていくんです。だから何十キロも引っ張ってきて別なところです。というのは、雪がたくさん降るとね、建物が埋まるというのと、それからここはね、年間何メートルだったかな、500メートルか800メートルか流されるんですね、海に。だからいずれはこのそのままにしておくと海にも沈んじゃうので、こう移動できるような基地にしたんですね。それから南極海のこう。昔はね、こういう、2570年頃っていうのは、こんなに大きな、ね、大陸が南の方にあれに違いないと思われたんですね。それはなぜかというと、地球が自転してるんで、下にも何かなければね、釣り合いが取れないだろうと、いろいろこう考えたんですね。じゃあこれを発見しに行きましょうというように話にやって、行ったのがイギリスのクックですね。1770年の頃ですね、行ったこの人ですね。もう3回、もう散々この辺を調べたわけです。これは発見されなかったんですね、結局。で、発見されたのは1820年に別の人が発見したんですけども、その時に、この公開で大公開すると問題があるのは、いつもこうなんですね、解決量、ね。ビタミン C が取らなくなると、みんな体がおかしくなっちゃう。で、クック船長はまた別の病気にかかったようなんですけども、まあ、こういうことで。で、先ほど言ったバラチック艦隊というのも、やっぱり解決病にね、成因があって、日本に着いた頃にはもうフラフラで、こんな戦争できる状態じゃなかったんです。だから日本人はそれにならなかった。なぜかというと、生の魚ですね。これはビタミン C が入って。エスキモとかイヌイットとか、そういう人の生の肉を食ったりね、あるいは血を飲むんですね、生の血を。それがビタミン C があるんだって、解決病にならなくて済んでるわけです。ね、こうなってもう安を遅くね、皮膚から海洋をして反撃から違うんです。解決病って英語ではこういう言うんですけど、別名こういうことにも言われてる。ですから、要するに探検隊がね、航海行って、航海中になる病気ですよということですね。まあ、こうやって、大航海時代に200万人死んでたんですね、これ。で、ピタミン、オレンジとかなんかを補給する映画。それと似た話は、今度は各県ですね。これは南極半島、先ほど南極半島のここのところに日本人の名前がついています。高木って言うんですね、高木三崎というのをつけたんです。これは日本人がつけたんじゃないんです。イギリスでつけ、イギリスの、ね、栄養学会かなんかつけたんですね。だから高木さんもの素晴らしい仕事をたたえて、こういう名前にしたんですね。で、高木さんって何の人かというと、明治時代の海軍 の,
医学というか、その一番の偉い人ですね。その人がイギリスに留学していて、その頃カッケ、あの江戸わずらいってあの白いご飯をね食べると、みんな江戸に来るとカッケになっておかしくなっちゃうと。それで船に乗ってる人もそうだったんですね。それをなんとかあの、解決したいというので、この高木さんというのはいろんなことをやったんですね。麦飯を壊してみたり、肉を取り入れたりですね、やって、で横須賀に行くと今でも海軍カレーっていうのはしょっちゅうこっちで看板出てますけども、それはこの人のあれですね、名残というか、まあ、そういうこともあるんです。それに比べて陸軍はこの人が大将だったんですね。陸軍の医療の親方っていうのは森林太郎、森大貝ですね。この人の親方で、この人はね、そんな麦飯なんかね取り入れたってダメで、ご飯が一番と栄養あるんだって言ったわけです。で、白米依頼さんですね。でそれは細菌が問題であって、そんな麦飯なんかビタミンの問題、ビタミンなんてはまあ息子の頃はあの言葉がないわけですけども、で結局日露戦争でね、各家の患者が陸軍だけで21万人ですよ。2万人、3万人近く死んでるんですけど、陸軍はね、海軍はなかったの、この人の中に。まあこの森大江というのはね、まあ、医学的にはね偉い人か知りませんけども、医療的にはもうひどい人ですね。それから船舶だろう。今これ使ってるのは503という船、しらせの2台ですね、使ってますけど、最初は宗谷6回行きました。次には富士ですね。これ富士は今は名古屋ですね、名古屋港に使います。それから1台目のしらせ、これは船橋に係留されてて、時々あの見れることになっているので、ネットで検索してみてください。今、見学できます。これは今使ってますね。9回行ったうちの7回接岸して、2回は敵が入ってますね。氷が厚くて。で、今の船の特徴というのは、一つは、本当な感じだったわけですね、この緑色。もう一つは、この油のタンクの周りがね、二重に覆われて、だからもし氷山かなんかがぶつかってこの、に穴開いてもね、中のタンクまで、油タンクまでは入らないから、海洋汚染はないというような環境に配慮して船になる。もう一つはですね、ここから水出しますけども、ここにね、ものすごく大きなポンプが1台あるんです。で海水を汲み上げるわけですね。汲み上げてそれをまき散らしながら進む。で、なんでまき散らしながら進むといいかというとね、氷の上には必ず雪が残ってるんですね。その雪を溶かすことはできないんですけども、なんか湿潤化できると。そうするとあの柔らかく、割れやすくなるというふうに言われて、それに装置がついている。これがあの、これ小吉で、これ台風ですけども、そこまで行くのにね、こういう定着氷というところを割っていかなきゃいけないんですね。ここまでは簡単に行けるんです。流氷域っていうのは海水が凍ってバラバラになった氷ですね。だからよく北海道のオホーツク海の紋別沖とかね、その辺に今年も流氷が来ましたなんていうのはこの氷ですね。でこっちの定着氷っていうのはそうじゃなくて、あの一年中も動かないような氷ですね、しっかりした氷、まあ、海氷が凍ったやつです。で昭和基地っていうのはここにあって、これは南極大陸、こっちが南極大陸ですけども、この75キロね、この間っていうのは1年中ほとんど変わらない。夏はちょっと少なくなるんですけども、そこを割っていかなきゃいけないんですね。そのために砕氷するっていうのは必要なんです。これは、昭和基地はね、一番と悪い場所なんですね。こんなのは外国はね、どこも昭和基地なんか基地を作ると思わなかった。それはみんな知ってたから、ここのリッツホルム湾っていうのは、海氷が厚くてね、なかなか行けないって知ってたからね。観光、先ほど話したね、観光船っていうのはほとんど行くのが南極半島なんですね。それは行きやすいから、船がね。だから昭和基地にもね、1回だけ来たことあるんです。観光団が。アメリカの観光団が来たことあってね。それはね、ここまで入ってこれない、船が。ここの沖に泊まって、みんなヘリコプターってるんですね。でもうお金がかかるから、あと1回だけでね、やめちゃいましたけど、誰も来る人いないんです。そんなところ。それでこれが、写真ですけども、ここは流氷ですね、こっちが。バラバラになっていて、ここまでは進んだりくるんです。
ところがここから塩崎市までは固い氷、ね、が始まるんですね。で天気のいい時にはこれは ものすごく穏やかないい海面でね、楽しいところなんです。ところが風が一旦北風に変わるとこれが一時すぐ閉じ込められるんですね。で昔1時帯とか2時帯とかね、船が閉じ込められてロシアの海軍とかね、アメリカのバートマイランドが助けられたなんていうのはこんなところでうろうろしてたからです。もうこっちに入っちゃえばねそんなことないのに知らなかったんですね。そういう海のあれ、これは最近のラミングって体当たりですね。どん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 体当たりしていかなきゃいけないんですけど、その回数ですね。これ41時代ってこうありますけども、私が最近最後に行ったのはこの53時代ですね。その時は接岸できなかったんです。氷が厚くて4メートル5メートルあって20キロ手前で断念した。 次の年の54時代もダメ、2年間続けてダメで、56時代がこれラミングの回数、引きに3000回ですね、帰り2000回だ、合計で5000回ですね。1回ラミングで体当たりをすると燃料がね、ドラム缶2本くんです。ものすごくんですね。で船の人はね常にそれを心配してるんですね。ああ帰り の燃料がなくなったらどうしようということばっかり考えてるから、早く帰って早く帰って、我々はなんとか早く少しでもね進んでくれというふうに思ってるわけですけども、ところが57時ね、先ほどの話でもう氷がどんとつかなくなっちゃう。58時なんか帰りはゼロです。みんな流れちゃったんですね、氷がね。じゃあどうして流れるかよく分かるんですけど、大体は10年周期ぐらいでなるような感じですね。だからもう目まぐらしく変化するというですね。一番いいとこあったのは富士の13時点、6700回ですね。これ1ヶ月ぐらいもう海に閉じ込められてるんです。で、最も海氷が少なくなるっていうのは2月か3月なんですね。ここの際一番多くなるのはこれ10月とか行われるんですね。だから船が行きやすいっていうのは実はこの2月なんですね。ところが今しやすいが行ってるっていうのは12月の末から1月にかけて入ってて、無理無理入ってるんですね。それはなぜかというと早く物資を届けて建設作業とかいろんなことやりたいというためにやってるんですけども、でヘリコプターからね、我々が行った時の写真ですけども、ヘリコプターからこう誘導するわけですね。こっちに進めば氷が薄くなりますよと。っていうのは、これ海氷に穴開けんですね。ヘリコプターで行って穴開けて、でここの海氷圧が何メートル、大体4メートル以上あったらもうダメですね。いくらやっても進めない。で、外国はどうしてるかというと、これはアメリカのあれですけども、マクマルシというところで、これタンカーですね。2万トンのタンカーが来る。これは採氷するんですね。だからこの人たちはね、賢いんです。これは2月も入ってくるんですね。そんな10年ぐらい入らない。これはほとんどいいとこ取ったんですね、ヨーロッパの国はね。もう何も採氷なんかしなくても行けそうな、いいところに基地を作ってるんです。だからどん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 荷物上げれるわけですね。これは日本の南極観測隊が使っているお金ですね。大体50億、そのうちの 70% は海上輸送ですね。しらせの運航、それと大型ヘリコプターの運用費ですね。それとも 70%、 これはどこの国でも同じなんです。大体 70% から 80% はこの輸送費ですね。いかに輸送が大事だか。で極地圏にあるお金って13億ですね。その半分以上はやっぱり設営です。建物だったりとか燃料買ったりとか、まあそういうお金で観測に回る穴なんていうのはまあ知ってるわけですね。観測隊って言ってるけども、実はお金のほとんどは設営に使っているという、輸送費に使っているんですね。で今度は地表学者についてら表情っていうかこのね輸送しなきゃいけないんですけども、ちょっと昔の話に私んですけど、明治45年から大正元年にかけてですね、このノルウェーのアムンセンという人とイギリスのスコットというのが南極圏に初到達を争ったわけですね。皆さんもご存じだと思うんですけども、で1ヶ月後にスコットがついて帰りに全員遭難で亡くなっちゃった。これはアムンセンですね。これは日本にも来たことなんです。放置新聞とか招きで来たことなんですね。これなかなかクールな顔してますよね。それに対してこのアムスコットっていうのはこうお坊ちゃまっぽい、ね、感じですね。
腹がなくなる。何が違ってたのかというと、アムンセンはね、まず防寒服ですね、アザラシの毛皮。アムンセンは南極に来る前に3年間かけて北西航路という体の北のところの航路を初めて通った人なんですね。その時にイヌイットと一緒に越冬してるんですね。それでどういう服装が一番いいのかというと十分研究してるんです。一番いいのはアザラシの毛皮だというふうに知ったんですね。ところがスコットは自分たちのバーガーディシャって今でもありますけど、旧革ですね、それを着てる。ところがこれ水を吸うんですね、旧革っていうのは。これから最も大きいのはこの輸送手段、こっち犬ですね、こっち馬。これ犬116匹持って行ったけども、最後はね12匹しかいなくなるんですよ。これみんな殺して食っちゃったんです。これ馬持ってったけどもみんな全滅ですね。ダメ、使い物になるか馬は。なぜかというとアムンセンがね偉いのはこれ犬使ったっていうのは餌がね現地で調達できるんですね。アザラシとかペンギンがいくらでも取れますから。それについてこっちは草しか食わない、ね、この違いが。それから汗ですね、馬と犬の違い、まあ、体重が重いって言って雪の中にズボ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 に向かっちゃうというのと、それからね表面から大量の汗が出るということですね。こっちは犬は汗はかかないわけですね。下からなああああってここからもうやるだけであってね、それは非常に。あ、馬はね大汗かきなんですね。これ人間と馬が一番の大汗かきなんだそうです。これバケツいっぱいの汗、これ馬ですね、ポニーですね。これみんなダメだ、もう汗がかくんですね。それが全部凍っちゃう。それから雪上車みたいなこれを持ってったけども、これもダメだ、ね、故障したり見つかるんだろう。でこの5人はみんな帰りに亡くなったんです。一番早く亡くなった人っていうのはこの人ですね、エヴァンスっていう。この人が亡くなった。その人は一人だけ水兵だったんですね。普通の兵隊さん、周りはみんな将校なんです。だからみんな命令するんですね、兵隊に早く水作れとかテント張るとかね。でも疲労困憊で死んじゃった。あ、そういうのですね。でこれがルートですけど、まあ同じようなとこ、だいたい1300キロぐらいね、ここから行ってるんですけども、このアムンセンは犬が使えたから全部犬連れでここにまた運んだわけですね。ところがこれは馬が全部ダメになってるので、みんな一人で引いたわけです。一人持ってって帰る。ここまで来た時にもうちょっと行けば20キロ行けばデポってね、ここに食料とかなんかあるのに、そこでみんな全員ここで死んじゃった。その時に日本の白瀬信っていうのを見つけたんですね。これ秋田県出身のね、この人が南極点を目指したいんですけども、行ったのはもう8日間しか行動できなかった。山と雪があってね、いうところまで行ってもう断念して帰ってきたんですね。でこの人はもう終わった後大量のものすごい借金を抱え込んで、もう極貧のうちに80歳で死んじゃった、ね、現地にとってはペンギンの剥製とかね、それを売って借金を返済した。犬20頭を置き去りにした。それから一時代ですね、この時も犬持ってったんですね。犬と雪上車を持ってったんです。雪上車は、ね、4台持ってって、まあこの時はね非常に海氷が悪い、まあ船にとってはいいんですけども、今度はそこからね20キロの間は消費地まで運ばなきゃいけないんですね、荷物を。海氷の上本当にすごいとこ行ったんですね。で今じゃもうとてもじゃないけど怖くて行けない。あでまあそれはね、それからしばらく経ってこれは7時代ですね、極点旅行、新しい雪上車を小松製作所に作ってもらって4台で行って農地さんですね、往復5200km、 村山正義さんという人がリーダーで行ったと思うんですけども、こういうので行った。でこれが地図ですね、これ昭和基地で、水を切ったらここ300キロあるんです。私も最初に行った頃はここに越冬してました。水を切って4人だけの人ですね。今はもう雪の下にもう潜っちゃって人が住めませんけども、これは東北富士基地、ここまで1000キロですね。それからさらにガーッと行くと南極点があるわけですね。まあこの倍ぐらいです。でそれからここにも飛鳥基地ってのがあるんですね。これももう私もここにもいたんですけども、まあ風速が平均13メートルですね。まあひどいところで毎日ブリザード、毎日嵐。それから今日この会場にもこうメーカーの人が送られてますけども、今はこういう
新潟県長岡にある大原鉄工所さんに保留一般水上車を作ってもらって動いてるんですね。それは牽引力が昔の2倍ですね。東武富士でそのボーリングするために開発した車ですね。こういう延年こういう、ね、時速は遅いんですけども、それをこんなに引っ張るんですね。人が歩くぐらいのスピード、時速5キロぐらいのスピードで延々と3週間かかって1000キロを行くわけですね。まあ、処理ですね。処理も大事なんです。雪上車も大事ですけども、処理も大事。これは日本隊が昔から使っているそうですね。これは小さなそれを使っています。処理もね、雪面というのは本当に凸凹なんですね。だから、これを乗り越えるときにね、これは処理もいいですけども、こうやってドーンと押しちゃうわけですね。そうすると中にある荷物に振動が伝わって、それが壊れたりね、なんかするんで、大変な衝撃力なんです。それを解消するために作ったというのはこの、今はこれは世界中に使われていますけども、ここに回転軸なんですね。だからこれがブラ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 動くんですね。これランナーの回転軸がここに。で、しかも4つですね。そうすると、凹凸を乗り越える衝撃が少なくなる。これは、ちょっとこれは飛ばしまして、これ上から見た図ですね。曲がるとき、ここに軸があるわけです。そうすると、荷台はこの色で塗った部分ですね。で、下のこのあれがランナーっていう、滑走面ですけども、それがここでね、回転つけなので簡単に曲がれるっていうんですね。ところがさっきの2トン積みするって、それが一体になってるから、ダメなんですね。アメリカ、先ほどのマクマード基地から、ここの南極端まで約1600キロ、ここを輸送してるんですね、油。どうやって輸送してるかというと、クレバス隊があるんです。あれひどいクレバス隊なんです。こんなでかいねんで、去年一昨年だったら一人ここで亡くなりましたね。で、彼らはここを埋めるんです、ブルドーザーで。だからアメリカのやることっていうのは大げさですね、なんでも。こうダーンと爆破して、ね、全部埋めちゃってるんです。考えられない。それからクレバス探査レーダーですね、こういうので、ここから電波をこう出して、中の空洞がどっかを調べるんですね。それから画期的な方法をアメリカは発明している。これはそうですね。これはソリなんシート剤ですね。下にシートを敷いておいて、その上にこういう枕状のタンクですね。これは油入ってるんです、中に。それでこれを引っ張っていくんですね。ああ、非常に賢い方法ですね。こういうのを変えます。ロシアは、じゃあ空から落としたらどういうこと、油をね。で、ワンフライト5000万ですね。で、運べるっていうのはドラム缶200本。これでもね、雪上車を開発したり、それをね、持ってくるよりも安くしてるんじゃないかと言ってるんですね。確かにそうかもしれない。1本、ドラム缶1本25万円ですね。今、南極でドラム缶1本って大体5万円が相場なんです。その5倍ですね。考える。だから飛行機ですね。南極で初めて飛行機で飛んだっていう人は、このウィルキンスっていう、オーストラリアの人ですね。こういう人がここでちっちゃな飛行機を持って行って、この南極半島ね、デセプション島って、皆さん、南極ツアーの周りにやってますね、そこに飛行場みたいなのを作ったんです。そこから飛んだんですね、ここまでね。この人は面白い人なんですよ。いろんなことやってるんです。最後にやったのは、飛行機が後にやったのは潜水艦ですね。第一次世界大戦が終わった時にね、老朽化したアメリカの潜水艦を5年間でたったの1ドルです。で借りた、ね、ボロボロの潜水艦で、そいつを直して、それで北極の下まで潜っていこうとしたんですね。で、そこで浮上して北極点に行こうとした。ところが途中で故障しちゃってできなかったんですけども、これはこういうですね、この氷の下まで潜っていったら、ここに穴を開けて、でここから空気を取り入れて、中のディーゼルエンジンを回して、バッテリーに充電しようという計画ですね。マスの方でやってるのも結局は大変だったんですね。で、その後、アメリカは、こうですね、原子力潜水艦を北極の下まで行って通過して、その翌年、1959年は、今度浮上したんですね。その時に、このウィルキンスという、亡くなった人の遺灰をもらっていって、それをばらまいた。で、忍んだというかね、そういう。こういう、今はね、こういう航路があって、いろんなとこから行きます。ニュージーランドのクライスチャート、これはアメリカが使っている空ですね。オーストラリアはホバートから。ここは一番近いところですね。日本はケープタウンからロシアの基地まで行って、さらに1000キロ行く。これは
ジェット機ですよ。ジェット機で、6時間で南極まで行っちゃうんです。これですね、車輪通りにする。なんて、きれいにね、鳴らしておいて、氷の上に置いて。私も1回乗ったことがあります。中和島に行くためには、ここにロシアの基地をここに一旦置いて、小さな飛行機に乗り換えてここに行くんです。ただ、まだ1000キロあるんです、ここに。ただね、これだけお金かかるんですね。往復200万。本当はね、観測隊の人をみんなこれで送り込みたいんですけども、日本はお金がないからできない。アメリカとかオーストラリアはみんな飛行機です。アメリカ、一番と大きい基地はここですね。マクマーク基地、1000人です。夏に1000人。町ですね。教会、体育館、バーが3軒。ボーリング場、タマコルマシのボーリング場ね。あれから消防士の人がこのように大食堂、ありますね。すごい。そこから30時間また飛行機で飛ぶと、今度は南極って言うんですね。ここにもアメリカの基地なんです。これは昔私が行ったことあるんですけども、これは南極って言うんですね、ポールね。ここをぐるっと一回りして世界一周だというふうに喜んでるわけです。オーストラリアも最近飛行場を作りまして、これ雪上車のね、空軍のでかい飛行機を導入しました。これは雪との戦いですね。先ほどありましたけど、マーシャル基地はすごいこうね、実験を積んでて、南極に住むというのは建物がいかに埋まらないようにするか、これは除雪がね大変なんですね。で、開発したのはこう高いからですね、下が風が抜ければ埋まらないだろうと、ね、建物に立ったんですけども、それも結局は埋まっちゃうんですね。埋まって埋まってほしいことだと思っているんですけど、で、今一番と新しい建物というのはこの建物で、こういう風がここに当たってもね、スーッと流れるようにですね、要するにその雪吹き溜まりができるというのは、風速が弱くなってそこに落ちるんですね、雪が。それを内容に風に非常に持ってさっと流れてくれるようにこういう形状にする。そうすると少なくなる。アメリカはどうやったかというと、でかいね、直径50メートルのドームを作ったんですね。この中に建物を作った。そうすれば埋まってもね、中の建物は大丈夫だろうなんですね。これが今度最後の生活の話ですけども、30年先ほどの話でね、ちっちゃな基地が内陸にあったんですけども、みんなここもみんな埋まっちゃった。これも埋まっちゃったんです。これはいいか、さっき話になったからね。で、暇な人ってこれ丸つけたけども、体調と異常ですね。暇っていうのは大変なんですよ。仕事がね、毎日ある人っていうのはそれはいいんです。と同じ仕事やってるんですけどね、これ暇な人っていうのはその時間を何かでやらなきゃいけないんですね。何をやるかですね。ただ遊んでいたらやっぱり周りの人から変な目で見られるから、負けやなきゃいけないです。なんか一番楽しいのはやっぱり食事ですね。要するに今日もね、食事やったことは大変なんですけども、ちゃんとした食事をね、食べるに出していればね、みんな文句を言わないんです。いい加減な食事を出すとね、みんな服で回ってね、もう体がね、もうむちゃくちゃになっちゃう。私が行った時はね、あまり、不況を取ってるからいいじゃないですか。はい、次にね。こういう野菜を使ってます。それから、海でも釣りできます。農協ってありますね。一番作ったのは昔、このメロンまでです。メロンはね、作ろうと思えばできるんです。それは二酸化炭素のボンベを持って行って、どんどん二酸化炭素を、ね、含むんですね。それから温度を上げて、光を供給すれば、それはできるんです。ただお金がかかる。今はこういう個室ね、みんな開けもらってるんですね。結構一般個室です。インターネットもできる。ここを開ければ窓も外も見れる。ね、こういう状態。ところがね、ここに閉じこもっちゃう人がいるんですね。これ問題なんです。あまりにも居心地がいいから。で、こういう立派なバーもあるんですよ。ね、で、時々週に何回、3回ぐらいか。2回、3回ね、開かれるんですけども、こういうところに飲むんだったら、こういうところに来て飲まなきゃいけないんですね。人間関係が最も大事ですね。しかし、適度に付き合うこと。ね、人と私は親友だって言ってね、こうやるとね、ダメなんですよ、それね。いずれ破綻する。だから距離を持って付き合うってことが大事ですね。人間関係ってのは一番とストレスの原因です。水作り、先ほど質問ありましたけども、昔はこうですね、氷山を砕いて溶かして。今はこういう水槽なんです。これ勝手に流れて発電機の4つで溶かしてるんですね。これはロドリゲス井戸って雪の中に井戸を掘るんですね。これはアメリカでやってる。これから海に近いところで海水を汲み上げて
淡水、膜を通して水を作っていくんですね。これは夏の潮汐ですね。こういうところにダムなんです。これを引っ張ってきて飲み水にしてるんですね。アメリカの極点基地、これは井戸を掘ってるんです、ここに。で、ずっと100メートルぐらい掘ると、こう周りがこうですから、水が漏らないんですね。そうすると、こうプールができちゃう。で、そこを適当に組み上げて、あと温水のヒーターをここに入れて溶かすんですね。それで組み上げて使う。というのが、ロドリゲスさんという人がこれ発明した井戸なんです。ニュージーランドの海に近いところでは、海水を組み上げて膜を通して淡水化している。これは今の話ですね。安全。これは最後のあれでしょうか。あと、5分ぐらいで終わりです。昭和基地、地震がないんですね。火山もない。あの反対側のアメリカ基地の方に火山あるんですけど、昭和基地はないんです。それから台風もない。ブリザードはあるけども、みんな今ね、数値予報で分かるんです。何月何日何時頃に何メーターの風が吹きますよって大体当たる。だからまあこういうの。これテロがない。これ大きいですね。だから昭和あの南極は安全なんですよ。一番と安全なところかもしれない。要するにこういう突発的なことがないんですね、ほとんど。だから、でどういう事故が起きるかというと、自然災害で、まあ、ブリザードに巻き込まれた。先ほどの4時台の福島さんなんかそうですね。それから、機械工事中にね、夏の工事中にクレーンが倒れちゃったとか、あと高いところから押して、それがある。それから燃料が生まれた。これ環境汚染ですね。それから最近多いのはこれですね。酒による過失。要するに若い人がね、大学院生なんかをして、パーティーの時にね、大量の酒を飲むわけですよ。で、わけわかんなくなって、ちょっと、寒いところに行って、体を冷やそうなんて言ってね、足を滑らして、ね、帰ってこれなくなったとかね、そんなこともあるんです。ああ、危ないですね、これね。酒を適当に、ほどほどにしないと、何もいいことないですね、酒を飲んでね。私も、大学院飲んですけど。だからなかなか福島さんですね。する前に福島さん の, あのこういうケルの前に事故がないようにというふうにするんですね。クレバス、ここ分かりますね。この筋が見えますけど、これはクレバスですね。ここに入ると大変だな。ただこういうふうにやってもね、慌てて外に行ってないことになります。外に出ると自分がここにはまっちゃう。だからじっとしてるんですよ、この中にね。しかしそれはなかなかできないですよね。私も実は、ハマったんです。一年後に。一番とひどかったのはですね、30メートル落ちたんですよ。雪上車ごとクレバスに幅10メートルのクレバスを踏み抜いて、30メートル落ちちゃったと。で、まあ、今でもこれ残ってるんですね、この雪上車がね。でも助かったんです。これ奇跡的に助かった。火事。これは怖いですね。地震、雷、火事、親父。地震もなければ、雷もないんです。小学生。親父っていうのは多分体調のことだと思うんですけども、あと火事ですね、やっぱりね、一番マリア、これは昔全焼したんですね。海の海氷を穴開ければ中に大量の水があるんですけども、ほっぺる間にみんな燃えちゃう、乾燥してるから。病院もあります。これはどういう病気にかかるかっていうんですね、一番多いのはやっぱり怪我ですね、怪我。それからこれ内科、これはほとんどがね、飲みすぎですね。あと歯がね、やっぱりなんか寒いと冷た歯がちょっと取りやすいとか、飲みすぎることがあるんで、歯は大事です。通信ですね。昔はこう、電信でやったんですけども、今は YouTube も見れるぐらいですから、昔は電報でみんなやったんですね。一筆形状、不良用品、お墨任せの馬越すって昔ね、習いましたね、こんなのね。一番の料理を得た、いい伝聞だって言われたんですけども。で、南極で有名なのはね、これあなたっていうね、3文字でなんか全てを表してる、安くつく一番といいあれだと。今はこういう衛星通信があるので、こういう、ね、YouTube なんかも見れないことはね、ブツブツ切れるけどもね。でまあやっぱ通信って大事ですね。こういう現地でね、寂しくなった時に親に電話すればね、対応してくれるというので、昔とは違って、昔は隊員に嫌われちゃえばね、みんなずっとそのまま、回収のしようなかったんですけどね。で、これは最後の、私は何回も言ってるんですけども、なんでそんなに南極が面白いのと思ってね、2つなんですね。1つは、そういう風にうちがまだ残されてるんですね。ああ、銀でできるようになる。これはね、
昭和基地はね、今は結構日本と同じ管理社会になってるんですけども、内地なんか行くとね、4人だけしかいないでしょ。だから全部やんなきゃね、いろんなことね。自分のことだけじゃない。それがまだ面白い。今、現在は分業制と過度の管理社会ですね。あなたは、あなたの仕事はないないんです。これ以外の仕事は一切やっちゃいけません。言われるんですね。だから南紀川さんのことで、大いにやってください。自分以外の仕事をやってください。歓迎しますって言うんですね。まあ、社会の効率を使うためにはね、これは管理社会というのはしょうがないんですけども、本題はやっぱりね、一人の人間としてはね、いろんなことをやった方が面白いわけですね。それで南紀川さんのことは、というふうに私は思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。